ですね、今日は。トランプ政権を生んだ男、はい、保守派の守護神ラッシュリンボーが死にました。はい、死去しました。これはね、日本じゃ本当にあのマイナーですよね。マイナーです。やっぱ知ってる人は本当ごく一部であって、日本でも一冊しか本が出てないですからね、翻訳本。日本語は出てないじゃないですか。出てます？出てる。日本あの翻訳されてます。ありました。なんかね、帯かなんかに、はい、アメリカのたけしって書いてある。あー、そんな感じなのか。そうそうそう、はい、だから言いたい放題言うやつみたいな感じなんですけど、たけしの方がまだね、知識っていうか知性がある感じがするんじゃないかなというふうに思います。はい、ラジオ DJ です。はい、カリスマラジオ DJ です。そうですね、彼の放送が始まったのは80年代半ばぐらいなんですけど、はい、全国新時ゲートとしてデビューしたのは1988年の8月でございます。はい、時はレーガン政権終わって、それこれからブッシュ政権になるっていう頃ですね。はいはい、でこの方なんですけど、アメリカ人でこれ知らない人いないですよ。本当に有名な方ですね。ちょっと皆さん前提として言いますけれども、はい、これあのただのラジオマンだからなってあるけど、アメリカのラジオパーソナリティってめちゃくちゃすごいんですよ。すごいです、ね、これちょっと知らないと、はい、あのこのことがわからないですね。はい、であのこの方なんですけど、うん、ラジオ言論、はい、アメリカの中で特に AM なんですけど、うん、AM 放送で、うん、この人すごいですよ、エネルギッシュで、うん、1988年の8月にこう全国ネットしてるんですけど、うん、その全国ネットの番組が毎日、うん、まあ大体午後なんですけど、はい、3時間生放送やるんですよ。はい、3時間ですよ。でもアメリカの共和党支持者はみんながこれ聞く、これ聞きますね、はい、聞きますね、はい、特に白人の方々がよく聞くと、うん、白人男性、はい、で、まあ、50代以上と言われる人たちが中心的なあのリスナーとなっておりいてます。影響力的にはタカジンぐらいな感じのイメージですかね。日本だとですか。どうなんだろう、ね、いやもっと僕は上だと思いますね。要するに、はい、ラジオでこんなちょっと日本にそういうモデルがないから、ないです、同じような人いないです。しかも思想だからね。そうです、政治思想で入り込んでいくんで、やっぱ全然違うんですよ。うん、あの日本 そのラジオで有名な人とかっていうのは別に何な思想ないですからね。はい、だからそう、タカジンは関西限定、確かにその通りですね。うん、はい、はい、そう、みんなそう車社会なんですよ。そうなんですよ。うん、でラジオ聞くじゃないですか。はい、で毎晩ですかね、夕方ですかね、うん、3時間の生放送ですよ。はい、3時間喋れますかって話なんですけど、うん、ラッシュリンボー自体は、うん、僕周り毎日3時間喋る楽勝だよって人知ってますけど、ああ、一人いますね。そういう方ですよ。はい、おそらく。そうですね。それのラジオ版でやるっていう人がいます。はい、でこの方なんですけど、うん、でどういうことかというと、僕はですね、はい、トランプ大統領を、うん、今誕生させた2016年に誕生させた張本人が僕はもうラッシュリンボーだと思ってる。確かに、はい、そうかもしれないですね。でこれなんでかっていうと、彼すごくてですね、うん、ポリコレを、うん、まさにその革命的だったのは、うん、1988年にそのラジオ始めた時にですね、はい、うん、ものすごかったのは、今までの共和党の保守の人たちっておとなしかったんですよ。はい、でまあ、あの家庭の環境が大事、まあ、ビジネスは守ろう、はい、自由に税金を上げるなみたいな、うん、そういうことをずっと、まあ、はい、言って、うん、まあ、それでも共和党 の民主党の方とね、うん、あのまあ、一応こう融和しながら、はい、なんかうまいことやんなきゃいけないよね、はい、これが保守の思想だよね、うん、っていうことを言ってたおとなしい保守の人たちばっかりだった。はいはい、ところが彼はラジオでいきなり民主党をケチョンケチョンに攻撃するという、うん、いわゆるスカッとしたみたいな感じになったんですね。ポリコレ大嫌い、はい、フェミニスト大嫌い、はい、環境、保護大嫌い、はい、で、あの、なんですかね、あの、エイズ大嫌い、はい、で差別大好きみたいな、はい、そういうことをどんどんやり続けた。はい、たらもう一気にそれで、こいつ俺たちが、まあ、要するにおじさんたちがですね、白人のおじさんたちが、はい、家のトイレとかバスルームでしか言えないようなことを全国放送で、うん、しかも昼間、まあ、夕方なんですけど、うん、はい、3時間にわたってバリバリ喋ってきて、うん、ポリコレでアメリカががんじがらめになることを、うん、に挑戦して緩和したという点では素晴らしいんですよね。確かに確かに、そういう点では、はい、そうなんですよ。はい、ところがこれ、はい、保守的でしかもこういうあの民主党を攻撃、あの攻撃したんですよ。うん、今までは、まあ、あのいわゆる保守の人たちって、はい、あんまりまあまあまあその喧嘩せずっていう人たちだったんですけど、うん、はい、彼はアタックしたんですよ。はい、つまり攻撃、こっちからもオフェンシブに行ったと、はいはいはい、いうことなんですね。うん、で、実際にこの爆弾的な発言を何度も繰り返す、はい、注目される、うん、聞けるんですけど、あのそれで、まあ、あのラジオじゃあみんなあの
嫌がるかっていうと、うん、そういうことなくてですね、はい、何したかっていうとより人気が高かった、よりこういう下品な言論をどんどん続けることによって、はい、なんと毎日最終的には1500万人が聞いてた、はい、であまりにそのネットワークでもう全国ネットで聞くんで、はい、彼自身は非常に収入がガンガン上がってですね、はい、ついこの間も毎年、8000万ドル、うん、毎年の契約を4年間、うん、はい、この間やったばかりだったのに70歳であのお亡くなりになったということでございます、はいはい、つまり何を言いたいかというと、僕はですねこの人がいたからこそ共和党の言論が一気にその右の一番やばかったやつが乗っ取った形になってラッシュリンボーがってことだったんですよね、はい、うん、はい、いや本当にね、ラジオパーソナリティをちょっと日本だと想像ができないんですよね、うん、で、こういうセレブリティの調剤番付がちょっとあるんで、はい、これちょっと出してください、はいはいはい、これ、はい、そう、ある意味共和党を下品にしたのはこの人ですね、はい、でこれでね、はい、セレブリティの、はい、セレブの、ね、これまずこれトップ10なんですけどね、はい、トップ10、7位とかに、ね、まあ、例えばスポーツ選ネイマール、あー、ね、ネイマール、4位がクリスティアーノ・ロナウド、はい、で3位がフェデラーですね、はいはい、ロジャーフェデラー、5位にあのメッシがいますよね、メッシ、はいはい、だからスポーツ選手ももちろん入ってるけれども、ラッパーとかね、はい、10位はこれロックですか、これ、はい、ドウェイン・ジョンソン、あ、ドウェイン・ジョンソン、はいはいはい、まあ、これプロレスラー、レブロン・ジェームスもいますね、はい、9位に、俳優でもあるでしょ、はい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 、でこれちょっと8位がこのハワード・スターン、ああ これもラジオ DJ なんです、ああそうですね、そうですね、 DJ です、ね、この人もぶっちゃけ話を言う人、確かに確かに、あの大して人気はなかったんだけど、うん、あのラジオね、うん、あのコマーシャル言ってると思って、うん、本音の話しちゃったんだよね、放送事故やっちゃったんですよ、それであのやべえとクビになると思ってたら、今の話が一番聞きたいんだっていう電話が殺到してえ俺このスタイルでいいのみたいな感じで本音で喋るようになって、そう、それで下ネタとかビシバシ言うようになって人気が出たんです、そうですね、だからこれがハワードさんで、次一番はカイリー・ジェンナーですね、はい、うん、はい、モデルというか、はい、でこの11位がラッシュリンボーですよ、なんと、はい、超だから、起業家とか抜きの85ミリオン、そう、おお、すげえ、年収90億円ですか、そうそう、はあ、14位がエルトン・ジョン、すげえな、エルトン・ジョンですからね、ああ、エルトン・ジョンがこんなところ、で17位がアリアナ・グランデ、はい、アリアナ・グランデがこんなところ、はい、その下が、はい、ライアン・レイノルズとか入ってるすごいです、ね、わけですから、はい、いかにすごいかと、ね、ラッシュ・リンボーが本当です、はい、スティファン・カリーがまあ16位か、うん、あ、これですよ、そうなんですよ、これ要するに言論でここまで、うん、しかも保守でここまで、うん、稼いでる、はい、いかにすごい人かっていうところですよ ね、 そうですね、はい、まあ、日本ではほとんど、うん、注目されないし、まあ、アメリカの政治言論ですからね、なかなか伝わってこないところあるんですけど、はい、彼自身はですね、うん、なんとこれトランプ自身が、はい、俺が大統領になれたのはこのラッシュリンボーのおかげだということを認識しましてですね、うん、はい、去年の、2020年の初めのですね、はい、例の毎年1月20日ぐらいにやる、はい、例の何でしたっけ、ステートオブザユニオン、うん、なんですか、教書、一般教書演説ってやるじゃないですか、はいはい、今年こういうことやってきますっていう、うん、あれをなんか議会に、まあ、喋ってる時にですね、ラッシュリンボー来たんですよ、はい、何かなと思ったら突然彼に民間人の中で最高の栄誉の賞である、うん、メダル・オブ・フリーダム、はい、これ大統領自由勲章って日本語で言うんですけど、はいはいはい、それをあげたら、あ、うん、げるって言った瞬間に周りで何人かブラーってやっぱ言ったんですよ、はいはい、それほど敵の多い人なんですけど、はいはい、それにあげちゃったっていうことですね、日本人だったらこれトランプだからこそだよね、まあまあそうですね、自分の政権が生まれたのはラッシュリンボーだぐらいに多分トランプは思ってるわけです、うん、実際そういうラッシュリンボーのトークを真似して大統領選をやったんです、はい、そうですね、はいはい、下品な感じでシンプルにズバズバ言うぶっちゃけ話をしていくという、はい、で日本でいうと紫綬褒章と同じぐらい、うん、民間人の最高の栄誉賞なんですから、はい、これをトランプが、まあ、メラニアさんに、うん、こうお前やってくれって言われて、はい、こうまあ、その場でパッと上げたということなんですけど、はい、うん、これはですね、いや僕もね、はい、ラッシュリンボーにやるかっていうのは正直思いましたよ、はい、ちょっとあまりにね、はい、民間人最高の栄誉賞を上げるには下品すぎますよ、うん、はいはい、下品すぎますよ、だからどんな下品なことをじゃあラッシュリンボー言ってたかというと、はいはいはい、失言がもうすごい、はい、例えばこれですね、マイケル・J・フォックス、はい、これパーキンソン病だったじゃないですか、はいはいはい、でも、まあ、一応彼カナダ人で、バンクーバーのすぐ隣のバーナビーの出身なんですけど、はい、彼やっぱりアメリカまあ移ってきて、うん、まあ、俳優やってたじゃないですか、はい、で
彼民主党の応援するコマーシャルに出たんですよ、うん、だ民主党大嫌いだから、はい、マイケル・ J ・フォックスも嫌いってことになりますよね、はいうん、そうするとマイケル・ J ・フォックスあいつパーキンソンでこんなことやってるけどあんなの震えとか演技でやってんだぞ言っちゃったりとかああもうそれはまあやばいそういうこと言っちゃダメだよって、うんやばいねはい、その例が一つ、うん、あとねほらトランプって、その後に共和党がまあゲアしてですね、うん民主党の、クリントン政権なんです、うん、クリントン政権大嫌いだから、うん、クリントンはこいつはあれやばいってことにして、うん、どうするかというと、うん、クリントンさんの娘さんいらっしゃいますね、うん、チェルシーさん、はい、今だいぶ大人になりましたけど、はい、チェルシーのことをクリントン家の犬だって言ったりとか、うん、犬発言しちゃったりとかする、はい、ひどいですね日本も嫌いなんですよ、はいはい、311あった時に、ねはいはい、日本ってあんなほら環境的にねいいと言われるプリウスいっぱい作り出してるのに、うんはいうん、なんでいきなり全部なぎ倒されちゃって、うん、津波で原発も、はい、もう破壊されちゃっていや神々は原発もなぎ倒して放射能を撒き散らかしてると、うん、これどれだけの仕打ちを受けてるんだよ日本は、うん、っていうことでバカにしたってことで、はいまあ後でこれは日本に対してそういう意図はなかったって謝罪はしてるんですけど、うんはい、こういうね数々のやばい出現を毎日3時間喋ってると、はいはい、ついこう言ってちゃうところがあるのかなっていう感じはありますよね。で問題はですね、はい、フェミナチですよ、はいはいはい、なんでフェミナチという問題が出てきたのかという、はい、こういう言葉が出てきたのかっていうと、はいはいうん、これね、ラッシュリンボーにとっては、うん、フェミニストが中絶をしてるって我々の日本人が一番分かりづらいその中絶問題ですよ、はい、アメリカって基本的に今実は中絶は1970年代のですね、うんロー&ウェイドっていうまあその法案があるんですけど、はいまあ、それを元にして一応中絶は合法にはなってます、うん、合法にはなってるんですけどやっぱり保守派の人たち、まあ、ラッシュリンボーをはじめとする人間は中絶をするのはダメだという立場なんです、はい、宗教的にもう人を殺してるってことなんです、はいそうするとでもフェミニストの人たちっていうのはこれは我々の体を自分で選択する権利なんだよと、うんうん、フェミニストの人たちはやっぱりそういうわけですよ日本のフェミニストは言わないですよ自分の、はいはい、日本のフェミニストは全くそんな理論的なこと言わないですよねそうですね、はい、とにかく、うん、あのアメリカのフェミニストっていうのは、うん、その私に自分の権利としてその中絶するかどうかを決めさせてくれっていうところを言うんですけど、はい、ラッシュリンボーはその中絶してるのはとにかくそれは殺してるっていうことだ子供を殺してるからねそう子供を殺してる生まれようとする子供の命の方に焦点を当ててるんですよ、ね、でそれは虐殺してることと同じだと、まあそうだよね、ジェノサイドだと確かに、うん、子供ジェノサイド、うん、だからフェミニストはナチスと同じジェノサイドをやってるということになって新生児殺しだとそうです、ねはい、そうすると、うん、どういう言葉が出てきたのか、うん、フェミナチっていう言葉が出てきたんですよ、はい、これだから日本のフェミナチって聞いた瞬間のその、うん、ナチスのイメージとフェミニストのイメージはちょっと日本にはなんかないタイプの話です、はい、なぜならこんだけ中絶問題がやっぱり、うん、政治的に議論されてるからいやアメリカはね、はい、やっぱその共和党のそっち側の人たちっていうのは、はい、中でもね、はい、右派っていう人たちはすごくその、中絶反対そうなんですよ、はい、コンドームすら反対って人もいますから、ね、いますコンドームつけてんじゃねえよと言って、はいはいはい、それは神 の,、はい、そのまさに自然の成り行きに任せろそうそうそうカソリックのそれに違反してるからまで言ってるわけですからね、はいはい、ラジオの様子はですね彼一回テレビに進出したんですよ、うん、あこれがメダル・オブ・フリーダムになった時の、はい、でこれが本ね、はい、でこれが、はい、昔ですねだいぶ本出まして僕は結構ベストセラーになって、まあ、言いたい放題ですほら俺が言った通りやんそう水害当時そうですね、うん、で右側がこれねマイクがやっぱり彼すごいお金持ちになったんで、はい、成功者だということで、はいうん金のマイク純金のマイク、はい、これ毎日3時間喋ってたということですよはい、はい、ということです、はいはいまあ、でも ラジオだから投資するとこもうないよねないですねないです金使うとこがもうないっていう、はい、で彼の演歌歌手かみたいなそう彼のスタンスは、うん、教養のある知識人じゃないんですよ、はいうん、俺は教養のある知識人のパンディットだっては言わないんですよ、うん、俺は庶民の感覚を大切にして、うんはい、この生活に根ざしたリベラル嫌いだとグラスルーツ的なそうですよ、はいはい、なのでそのグラス草の根系の人たちやっぱり彼好きですし、はいそういう形 で,、まあ、で最終的にはやっぱ不正選挙だってやっぱ言いますから、はい、彼が一番有名だったのはほらあれですねオバマが出てきた時に、はい、ほらあれ出生証明書がないってことで、うんはい、バーサイシューって言って有名になったんですけど、うん、彼結構その辺をわーって言ったらそれをトランプが取り上げてっていうことになったんで、はいまあ、実際トランプをやっぱり生み出すきっかけにはなったのかなということです ね, ですね、はい、ちなみにこのラッシュリンボーの影響をめちゃめちゃ受けて、うん、同じようにラジオやってた方がいらっしゃいます、はいはい、この方でございます、はい、
なんと90年代なんですけど、はい、このラッシュリンボーを真似してですね、うん、こういう番組をやってた方いらっしゃいます。マイク・ペンスって書いてあるんです。マイク・ペンスショーですよ、ね、はい、はい、これなんですね。マイク・ペンスそんな喋れるんですか。いや、ラジオ聞いたんですけど、喋、はい、れますね。喋れる、結構喋れます。ちょっとすごいじゃない。はい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 、副大統領が実はもともとラジオパーソナリティも、これ議員時代にしかもやってる、うん、確かにあの、はい、パーソナリティと書いてあったんだけど、はい、あ、かなりそこ似てたと、うん、なるほど、あの影響を受けて、うん、まあ、あのラッシュリンボほど下品ではないですよ、確かに知性があるからね。知性があるから、ただ異常にゴリゴリの星だね。ゴリ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 の星、彼はゴリゴリの星です、はい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 、全てにおいてゴリゴリの星なんで、はい、そういう意味では中絶とも大嫌いですし、はい、っていうことです、うん、ちなみにこれ、はい、ラッシュリンボーはどういう役割を果たしたかっていうのことをですね、うん、ちょっと皆さんにお伝えしたいと思ってちょっと表を作りました、はい、うん、はい、ラッシュリンボーは共和党の一番右ですね、はい、右の立場からですね、この中道エリートの方に、うん、客層をですね、こう引っ張ってきた、引っ張ってきたという、うん、ぐいぐい食い込んでいったっていうことですね。そうなんですよ。いや、草の根の方から始まって、はい、どん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 入っていったと。でしかもその言ってることがだってフェミナチとか言ってるわけじゃないですか、うん、そうそうそう、うん、こんなのまともじゃねえよって話だったんですけど、やっぱり聞くファンがどんどん増えてきて、うん、で最終的にはここの人たちが共和党のやっぱり中で、うん、そのやばい人たちが出てきて、うん、でなおかつこのやばい人たちの、うん、はい、言論をこっちの方に、うん、真ん中の方に持ってきたという。トランプも結局この流れに乗ってたんですよ、ね、そうです。ですよね。要するに、だから、パイオニアはトランプじゃなくてラッシュリンボーじゃないかっていうところですよね。実際そうだと思います。実際は、はい、共和党を、うん、まあ、ある意味下品な言論を OK にしたという。いや、功績はやっぱりそれ大きいですよ。そうそう、まあ、ね、はい、草の根の意見をまとめていくっていうことも作っていったわけですしね、はい、はい、民主党に対するしかも猛烈な攻撃、はい、うん、はいはい、これがで受けてたという人物でございます。戦略がね、はいはい、分かるように、はい、この番組はできてるんですけど、はい、もっと分かりたいと、はい、理想のために戦略の改造、そして未来予測、そうですね、いろいろ音声講座作ってます、はい、リアリスト入門とかね、うん、この辺も分かるとアメリカのことは分かります。はい、そしてもう米中激突ね、うん、コロナとフォースターニングでどうなるかということなんかも入れております。そして、ルトワックの理論ですね、はい、はい、これは何度も言ってますけど、はい、扶養処方で、一番売れてる、売れてる、はい、はい、ルトワックのクーデター入門、そうですね、こちらになりますけどね、はい、こちらですよ。そしてトリプルインベージョン、中国が静かなる侵略をしているという話ですね、はい、はい、トリプルインベージョン、ヒルンハンドの、うん、まあ、前提知識としてこれを持っていただくと、はい、そうですね、次に出るヒルンハンド もう何倍にも楽しい、面白いと、はい、面白いですね、はい、そうですね、はい、楽しめるということです、はい、そしてトップラインのね、孫氏と、はい、クラウズビッツと、はい、まさし奥山の地政学講座、あ、地政学の本がね、奥山さん売れてますけれども、はい、もっと勉強したい人はこっちの講座をぜひ聞いていただきたい。究極はこちらでございます。なるほどね、はい、地政学は、はい、いろんな人が地政学の本書いたり、はい、いろいろ地政学的にって番組でいろいろ話してるけど、はい、ちょこちょこ間違ってるんですよね、はいはい、でそれをちょっと正したいなということで、和田さんもこれほら音声一緒に作ってるから、そうなんですよ、はい、だからそうなんですよね、はい、ちょっと残念なんだけども、僕、はい、奥山さんの弟子になっちゃうんですよ。残念じゃないじゃないですか。弟子筋になっちゃうんです。残念、弟子筋になっちゃうんで、そうなの、割とこの人地政学間違えてるなって思うんですよ、はい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 、奥山理論とちょっと違うなということは分かってしまう、はい、そうですね、そうなんです、はい、はい、そういうことです。